かつては山間地として栄えてたんですけども、今は高齢化も激しくなり、自分たちの会社が生き残るには人が少なくても仕事が回せるような状態にしないといけなくて、受付の作業が AI で代替できるようになれば事業を継続できるっていうのはありますね。商品を AI が自動的に判別して、お客様がセルフで自動で受付できるような仕組みです。Google さんが TensorFlow っていうのを2015年にオープン化したっていうのがすごくでかくて、自分自身が衝撃を受けましてやりたくなったっていうのが一番のきっかけですね。機械学習に関してはど素人だったので、情報源はもう YouTube と海外のサイトを見てたんですが、データが必要だっていうことだけは分かったので、自動で画像を撮影する仕組みを作って、2万5000枚ほどを手作業でラベル付けをしていったっていう感じですね。パソコン自体あればできるので、それがすごく自分たちの会社規模としてはすごくありがたいです。受付の作業自体がなくなるので、受付スタッフがお客様とコミュニケーションしたりする時間にも使えますし、従業員でも工場の方の仕事に当てることもできますので、生産性が高くなると考えています。人手不足っていうのはどの地方であっても起こり得る問題なので、 AI を活用するっていうことが解決策の一つになることは間違いないとは思ってます。誰もやったことがないから、失敗しても前に進めるから、前を向いて笑って頑張っていきたいなと思ってます。